弟長友の話題の裏でひっそり鎌田招集外。冨安や三笘が怪我リスクで選出外として、鎌田もいないしどんだけ浅野使いたいねんこいつ。ああもう遠藤と森田の交代枠に鎌田必要だったのアジア杯で勉強しなかったのかな？アジアカップは移籍関係とか言われてたけど、ワオと古橋と鎌田は実力でやっぱ落ちたんだな。それでワオは実力で戻ってきたと。個人的に鎌田大地か旗手レオは欲しかった。田中碧ともう一人攻撃的な中盤が欲しい。鎌田は今回も呼ばれなかったか。ラツィオはさっき辞任したし、次の監督下で出番増えれば良いけど。鎌田がいないから基本トップ下は久保か南野だろうけど、久保は右に置いた方がいいと思うから 4-3-3 でまた行くのかな。森安の中で鎌田古橋あたりはもう完全に見切られた感あるな。さっさと移籍して戻ってこい。どんどん若いのも出てきそうだし南野が活躍してるから鎌田どんどん遠のくわ。今夏のパラシュート次第。